日本において、あるいは静岡県においてですね、最もこれから伸びる産業は何かというと、これはフォトニクスがそうであるようにですね、これは医療産業です。健康産業です。健康産業というのは医薬品と医療器具からなります。医薬品と医療器具において1兆円をですね、私が知事になってから10年連続日本一になっているの知ってますか？これはですね、知らない。誠に残念です。これはですね、去年、おととしですね、これは1兆2000億円です。ダントツで日本一です。これはですね、1兆円産業なんです。それでですね、なぜあまり目立たないかというと、日本の医薬品と医療器具はですね、全体で赤字なんです。どのぐらい赤字かというと、4兆円の赤字です。ですからこれはかつての自動車、その前の造船、その前の豊田佐吉さんの時代の紡績機械、こうしたものはもともと輸入品でした。これを国産化して輸出品にして、日本を紡績の大国にし、かつですね、自動車大国にしてきた、これはですね、輸入品を国産にして、そして輸出品にしていった。特にですね、医療器具っていうのは、あるいは医薬品というのは人を助けるものですから、70数億というですね、そういう人たちが言っては市場です。市場といいますか、これお客様です。でこれのですね、最先端に立っている県がどこかというと、はい、静岡県です。ですからですね、医療産業、健康産業を増進していきます。